ロシア&中国と西側諸国の令和の冷戦がウクライナで熱戦になってしまったことで、今までの軍事バランスが大きく揺れ動く出来事が世界中で頻繁に起こっているよね。どこの国も明日は我が身っていうのを意識して、備えているんだろうね。次に有事が起こるのは台湾とまことしやかに囁かれている今、中国とアメリカは軍事的な圧力をお互いにかけ続けている状況だぜ。うんうん。今回、アメリカが繰り出した次の手が、アメリカ空軍の B-52 戦略爆撃機をグアム基地へ配置転換したとのことだよ。朝鮮半島の情勢睨んでか、アメリカ本土から太平洋へ戦略爆撃機を配備したのではないかと言われているが、本当に北朝鮮だけを視野に入れての配備なのかと、裏を探ってみたくなる軍事関係者は多いのかもしれないな。そうだね。さて今回は、アメリカの戦略爆撃機配備とその真の目的、ターゲットとされているはずの中国の動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のことの発端は、アメリカ空軍が誇る長距離戦略爆撃機 B-52 がグアム基地へ4機配備されたことだよ。2022年2月15日にアメリカ太平洋空軍司令部が明らかにしたところによると、アメリカ本土のルイジアナ州バークスデイル空軍基地所属の B-52H ストラトフォートレス4機が約220名の整備要員などとともに、グアム島のアンダーセン空軍基地に移動し、2月9日までに配備を完了したんだって。そもそも、なぜアメリカ空軍はこのようなタイミングで戦略爆撃機のグアム基地配備を行ったのかな？きっかけの一つとして、1月30日に北朝鮮がグアムを、射程内に収める中距離弾道ミサイル IRBM の発射実験を行ったことにあると思われるよ。誰が見ても、グアムは沖縄に続いて太平洋の軍事的拠点であり、中国から見れば太平洋の覇権を確立するためには目の上のタンコブのような存在だからな。北朝鮮がなぜグアムを標的にしているの？自国の防衛のためであることはもちろんだが、親愛なる兄である中国のご機嫌を伺うことや、共通の敵であるアメリカに対して共同歩調を取っていることをアピールする意味もあるのではないかと思われるぜ。また、2月16日が北朝鮮の故キム・ジョンイル総書記生誕80周年であったこともあり、このままこっちが黙ってると思うなよとばかりに、北朝鮮を牽制し警告を与えたものとする見方も出ているね。北朝鮮では、ゆえキム・ジョンイル生誕80周年を迎える日の前後に、軍事パレードやミサイル発射実験など、アメリカに対する対抗意識をアピールする意味で様々な軍事的行動を取るんだけど、それに対抗するべく、生誕記念日の辻日にアメリカは信号情報収集機 RC-135V リベットジョイントを、平壌付近に飛行させて電子信号情報の収集に当たらせたってわけ。まあ、そんなことをしたら北朝鮮はビビるだろうし、何より中国だって面白くないだろうな。うんうん。中国の次の一手については、後ほど触れるんだけど、アメリカの言い分からすれば先に仕掛けたのは中国だと言うと思うよ。お互いに相手が先に仕掛けたというのは、もう軍事大国同士では日常茶飯事だよね。素人が考えたら、そんなに中国を驚かせたいなら、とっくの昔に戦略爆撃機を配備していればよかったのに、という声もあるはずだけど。実際、グアム島のアンダーセン空軍基地には2004年以降は B-52 や B-1 ランサーや、B-2 スピリットが交代で配備されていたんだが、中国の中距離弾道ミサイルの開発が進んだためにグアムが射程圏内となり、標的となる可能性が高くなってきたため、配備を取りやめた実例があるんだよね。この時アメリカ空軍関係者は平時はアメリカ本土に常駐させ、有事に必要に応じて海外に派遣すると述べ、2020年4月に最後の5機がアメリカ中西部のノースダコタ州にあるマイノット空軍基地に移動したんだ。このことだけを見れば、中国がアメリカは逃げ出したと思っても仕方がないかもな。まあ、アメリカだって無意味に損害を重ねることはしたくないし、戦略爆撃機の存在がグアム基地の存亡、あるいは太平洋における軍事衝突リスクを高めるのであれば、一歩引く判断であっても仕方がなかったのかもしれないが。そうだね。そのため、今回の B-52 配備はおよそ2年ぶりとなるんだけど、今回飛来した B-52H が所属していたとされるバークスデイル空軍基地には、アメリカ空軍の核戦力を統括している地球規模攻撃軍団の司令部があったことから、今回グアム基地に配備された4機の B-52H は核攻撃用機が配備されたと見られているよ。さらに、B-52 の配備完了から間髪入れず、2月15日にグアム島のアプラ港に海軍のオハイオ級戦略ミサイル搭載型原子力潜水艦ネバダが入港しているんだ。原潜も戦略爆撃機も、いつでも攻撃態勢に入ることができるって中国にしっかりアピールしたことになるね。とは言っても、今回配備されたボーイング B-52 ストラトフォートレスの収益はなんと1955年で今の時点で、すでに70年近くが経過している古参機であることは間違いないんだ。
でも、2022年の現代に至るまで、数々の改修をされながらアメリカ空軍の戦略爆撃戦力の主力を担っている状況で、今後も必要に応じて改修が行われた上で、2045年まで運用される予定となっているよ。1955年といえば、朝鮮戦争の休戦直後であり、その後1970年代のベトナム戦争を迎える頃になるんだけど、両方の戦争を目の当たりにしてきた機体が、まさか令和の世の中でも最新鋭装備を乗せて現役で使われていることに、驚いてしまうよね。ちなみに、2022年現在で運用されている B-52 が最終型の B-52H であり、現在75機が運用されているんだが、アメリカ空軍ではエンジンの換装などの改修を予定しており、現在8発搭載している TF-33 エンジンを、高出力のロールスロイス製の RB211-535E4 エンジン4発に換装するなど、さらに航続距離を延長したり、爆弾等の積載量を増加させる改良が行われるとされているぜ。航続距離がさらに延長されるとなれば、中国の奥地や北朝鮮の全土のみならず、ロシア極東方面にも十分攻撃を仕掛ける能力を有することになるからな。B-52 は、晩年においてもこれらの軍事強国に対して牽制を行うための重要な兵器となっているぜ。そうだね。ところで、アメリカの爆撃機といえばステルスでおなじみの F-117 ナイトホークが思い浮かぶけど、グアム基地に展開されたのは老体に鞭を打って頑張っている B-52 だったんだ。アメリカだって、B-52 の老朽化を決して看過していたわけではなく、1970年代後半には、老朽化が進む B-52 の後継機種として可変翼超音速戦略爆撃機 B-1A の開発が進められていたんだけど、戦略ミサイルや巡航ミサイルの発達によって戦略爆撃機の有用性が疑われるようになったことや、B-1A の生産と管理時に多額の経費が必要となることなどによって、1977年に当時のカーター政権は B-1A の導入を中止した上で、ステルス爆撃機 B-2 の開発へと方針を転換したよ。ところが、1981年にレーガン政権が強いアメリカ政策を打ち出すと、B-1A が長距離戦闘航空機 LRCA-B1B として再開発されることになり、いよいよ B-52 が退役する時が来たかと思われたんだ。その後、B-1B には要求性能が大きく変更されたことによる設計や製造の遅れが生じ、結局最高速度などの低下が見られたものの、B-1B ランサーとして生産配備がなされたんだけど、その製造機数は62機にとどまり、B-52 の後継機種となるには至らなかったみたい。同様に、ステルス戦略爆撃機として開発が進められていた B-2 スピリットは1997年4月に正式採用されて以来、尾翼がなく A のような斬新的なデザインで注目を集めるとともに、高度なステルス性を発揮して各国を震撼とさせたんだけど、費用がネックとなって思うように配備が進まなかったみたい。B-2 スピリットは、1機の生産に20億ドル約3億円もの巨額な費用がかかるとされており、収益後もステルス性を維持するための機体コーティングサイト層など、維持費が高額なことから、最終的に21機の生産にとどまってしまい、これまた B-52 の後継機とはなり得なかったってわけ。おまけに、21機のうち1機は墜落事故で喪失した結果、2022年現在で20機が運用されているのみとなってしまい、ここから4機をグアム基地に割いて配備する、というような状況ではなくなったんだ。せっかく次世代の機体が生まれつつあったものの、思うように配備が進まない状況を見て、アメリカは次の策を講じたんだね。そういうこと。2020年代後半から、B-1 と B-2 の退役を進めながら、エンジン換装などの改修によって寿命を伸ばした75機の B-52 を運用継続し、2025年に運用を開始する予定で開発が進められている B-21 を100機調達することにしたんだ。B-21 はノースロップグラマンが開発を進めているステルス性の高い全翼機で、外観は B-2 に似ているんだけど、性能などの詳細はまだ不明とされており、中国やロシアのみならず、世界各国が注目している第5世代の機種とされているよ。B-21 が特に効果を発揮すると言われているのが、最新鋭のステルス性能で、現在、中国が開発を進めているとされる、ステルス機の探知に優れた VHF、UHF 帯の電波を用いたレーダーで発見されにくいとされているほか、無人での飛行が可能になっているのではないかと言われているんだ。ここまでの状況を見て、中国はどのような対抗策を講じてくるのかが気になるよね。中国はアメリカの覇権に対抗するため、太平洋への進出を公言してはばかりませんし、そのための方策として空母遼寧などの空母の導入を進めているみたい。2022年5月22日には、空母遼寧などを含む中国海軍の艦隊が沖縄本島と宮古島の間を北上し、太平洋から東シナ海へ入ったよ。この時は、事前に太平洋の公海上で演習を行っており、
その帰路に日本近海を通過して中国に戻る G 行動を行ったものとみられるんだ。海上自衛隊などが演習の様子を観察したところ、遼寧が演習期間中に艦載機の発着艦を300回以上実施したのを確認したほか、演習を実施した海域も日本の南西諸島や台湾により近い場所だったことから、防衛省は中国が遠洋での空母運用能力を高めていることは事実として、警戒を強めているね。そもそも、中国がなぜ空母を保持したかといえば、太平洋を我が物顔で支配するアメリカの覇権主義を打ち倒し、自分たちの覇権を確立したかったからだな。でも、アメリカが今回戦略爆撃機を再びグアム基地に配備したことで、中国の戦略は大きな見直しを迫られるよね。どう考えても、戦略爆撃機の方が空母艦載機よりリーチが長いから、先制攻撃を仕掛けられても手も足も出ないよ。ましてや、将来的にはステルス機が登場するとなれば、中国はアメリカの見えない影に怯え続けなくてはならないな。その標的は、空母だけではなく自国のミサイル基地などにも向けられるわけで、この時点で、空母などすでに無用の長物となってしまう可能性だってゼロではないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。